それでは見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の純コーチに教えてもらうテーマなんですけど、はい、試合で勝つための後衛の実践的なストローク練習を純コーチにやってもらいたいなと思います。まあ、実践ストロークなんで、はい、その試合でこれはなきゃちょっと勝てんぞ。やっぱり一本打ちめっちゃうまいけど、はい、試合になったら入らない。いますよね。多分絶対います。絶対いると思うんですよ。そう、練習上手って絶対チームに一人いるじゃないですか。練習はもう神ってるけど、俺どうしたの本番どうしたんだろう、はい、絶対いますね。いますよね。それになっちゃうのって、はい、やっぱ試合を想定した練習できたらいいですね。そうですね、はい、試合を想定してるとやっぱり試合に即した練習になるので、そう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 。で、試合と練習何が違うかって言ったら、はい、後衛練習で言えば、はい、一番の違いは前に前衛が立ってるっていうことなんですよね、はい、相手の前衛にこう捕まらないで、はい、ストロークを打つために必要なことを教えてください、はい、必要なことはまず打つテンポを変えるっていうことです。打つテンポ変える、はい、相手の前衛は普段の実際の試合の時に自分が打ってるフォームだったりだとか、そのタイミングを見てこうポーチに行ったりだとか守ってだったりだとか、その動きをしているんですけれど、そのこのテンポを外してあげる、相手いつもより早く打ったりだとかいつもより遅く打ったりすることで、相手前衛からするとあ、もう打ってきただったり、あ、まだ打たないっていう感じでこう行こうと思っても来ないっていう、リズムが外れるので、そうすると行ったとしてもミスになってしまったりっていうことになってくるので、まずその相手の前衛のテンポを外すっていうところが実践のステップだと思います。それではですね、はい、チームコーチ、実際に前衛のタイミングを外す練習メニューを、はい、今日は2つですか。2つですね、はいはい、教えてくれるということで、はい、やっていきましょう、はい、どうぞお願いします。はい、じゃあテンポ変える練習やっていきます。で、普段のテンポと意図的に速くする、意図的に遅くするっていうのをやっていくので、まず見てくれたらと思います。まず普段通りいきます。次、テンポ落とすのやっていきます。はい、これがテンポ落とす時です。で、基本的に普段の打つ打ち方とフォーム変えてしまうとバレてしまうので、なるべく自分の中の意識でフォームは同じで入って落としていくっていう意識でやってみてください。で、次速いテンポいきます。はい、これがテンポ速いやつです。なのでイメージとしてはボールがバウンドして上がってくるところで打つのと、上がって落ちてきたところで打つのと、さらに落ちてきたところで打つって、この3つの、テンポがあれば相手前衛は全然取れなくなると思うので、まずは普通の手出しの1本打ちでこのリズムを体に染み込ませてみてください。で、次2つ目の練習ですね。実際にラケット出しのやっていこうと思うので、それも見てください。レッツゴー。
健康ちゃんの今、はい、これやってもらってるんですけど、はい、この落とすのと上げるってどういう風に使い分けてますか？はい、実際の試合の中での時には相手勢がこうボレー行き始めて結構動き始めたなという時とかあると思うんですけれど、そういった時は落として相手勢が動いて逆を打つ意識でいきますし、逆に相手勢兵がこっちのテンポに合ってきてそのリズムで動き始めたなっていう時には逆にテンポを速くして動く前に先を抜くっていう、そこで使い分けてます。なるほど、はい、OK です。じゃあちょっとクロス展開で同じのをやってみましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、内海コーチありがとうございました。ありがとうございました。いや非常にですね、前衛目線からすると嫌な声ですね、はい、リズムのもう分かんない早かったり普通の打点だったりめっちゃ見られて逆打たれたり、はい、やっぱ上手い声ってそうだなって今一緒にやってて思いましたね、はい、試合って本当この形ですよね。この形ですね。行ったら先、はい、行ったら逆、動かなかったら好きに打たれ、うん、そう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 何していいか分からないっていう。それこそ球は速いんだけど前衛からするとやりやすい声って、はい、常に同じリズムで打ってくれる声ってなんかだんだん合ってきて、そうですよね、なんか取れちゃうんですよ。後半も行ったら手伸ばしたら取れた、あれなんか最初取れなかったけど結構取りやすいかも、はい、それってやっぱりタイミングがこっち外されてないから、はい、一定のリズムとかなんか合ってきちゃう、ゲームの終盤になると、ね、ただこれ視聴者の皆さんも思った方いると思うんですけど、はい、タイミング外す練習ばっかしちゃうと、うん、はい、それによってこうミスも増えちゃうんじゃないのっていうようなこう意見もあるのかなと思うんですけど、はい、それはどうですかね。そうですね、よく戦う時に相手のリズムを外すようにこう配球したりだとかっていうのあると思うんですけど、はい、確かにその相手から攻撃されて自分のリズムが崩れてしまうっていうのはミスが多くなるのは実際あると思います。はいはいはい、はいはい、ただ今回の今の練習は相手から攻撃をされてるわけじゃなくて、うん、実際に自分から意図的にリズムを変えてるっていう形になるので、はいはい、それって相手からの攻撃ではないので、うん、自分の練習だったり意識だったりでもう全然質は上がってミスなくできるようになるので。なるほどね、まあ、自分から意図的に外してんのか、はい、外されてんのかっていう違いです、ね、違いは絶対あると思います。なるほど、まあ、これはあえて自分から外しに行ってやってるんで、まあいいよってことですね。そうです、逆に、まあ、それでミスしたとしても、はい、別に悪くはないよ。そうです、自分から何かアクションを起こしてのミスは全然いいと思います。確かに確かに、受け身じゃないです、ね、受け身じゃないんで、弱気になって落ちちゃうのはダメだね。それも相手にされてるんで、されてるってことですね。そうじゃなくて弱気じゃなくてしっかり俺は見て、はい、打ち分けるんだっていう意思のもとやるのは OK だと思います。なるほどなるほど、はい、弱気な声ってずっと落としてるもん、ね、前がなくなるんで早いタイミングがなくなりますもん、ね、はい、なるほどなるほど。ぜひ視聴者の皆さん、これはかなり使えるようになると、はい、試合で勝てるようになるんじゃないかなと思うんで、はい、やってみてください。やってみてください。はい、見て強くなるソフトテニス塾ではすぐね実践できる戦術だったり技術、筋トレ、ストレッチ、体の姿、さまざまな情報を皆さんに分かりやすい形でまとめて発信してますので、
ぜひまた見たいと思った方はチャンネル登録、それからいいねボタンもよろしくお願いします。お願いします、公式 LINE もやってますので、番組下説明欄の方から LINE に登録してメッセージを送ってみてください。オンライン塾も大変好評です。今なら30日間無料ですので、番組下概要欄からチェックしてみてください。それでは今日の見て強くなるソフトテニス塾はこれで終わりたいと思います。はい、気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイ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 。